週刊バーラリーシーズン4第4戦ちくわバイパス、今シーズン唯一のストリートロケーション。コース脇に砂地や芝生のようなランオフエリアがない代わりに、ポイント以外は左右どちらの車線も使うことができるためとても広く、走破するだけなら全く難しくない。しかし速いラインを探して走ろうとすると状況が一変する。どこまで外側を使うのか、どれだけガードレールギリギリまで寄れるか、そして急勾配を登りながらのヘアピンセクションでは道の先が全く見えない状態、かつ路面ギャップによってターン中にグリップが一瞬消える状態で、できる限りスピードを殺さず飛び込み、全てをギリギリでこなしながら駆け抜けられるかという判断力、正確さ、そして度胸が必要になる。使用する車両は EZ6C ではなく Z である。ストリート向けのライトチューンを想定しており、パワーに対してグリップが弱く、前輪駆動かつ重心がテール寄りな車両のため、思っているほどスピードは乗らないながらも、タックインの瞬間は派手にテールが吹っ飛び、かと思えばターン中にアクセルを踏むと人によっては恐怖を感じるほどの強烈なアンダーステアが発生する。乗りこなすという意味では他と比べて難易度が頭一つ二つ抜きんでているかもしれない。実はワールド内で車両のテクスチャ素材を取得することができ、それを Google ドライブなどにアップロードした後、共有アドレスを車内にある入力欄へ打ち込むと、自作したテクスチャを読み込ませ、オリジナルラッピングの車両で走行が可能になっている。このワールドが制作されている最中、VR チャット側に実装された新機能を応用する形で採用された機能だ。コースレイアウトとマシンセットが相まって、人によってはかなりの難関となる可能性を秘めている。その反面、スポーン地点がコンビニの駐車場というロケーションであったり、ゆるふわカーや市営バス、マイルドなヤンキーが乗っていそうなカスタムカーなど、走る人はもちろん、走らない人やアタックしない人も思わずにっぽりしてしまう要素が盛り込まれている。車遊びというコンテンツそのものの楽しみを幅広く知る KK クリント氏だからこそ成し得た珠玉のドライブワールドだ。